カルペディエムと書かれた人形その日を詰めは、紀元前一世紀の古代ローマの詩人、ホラティウスの詩に登場する語句。ついの花を詰め、一日を詰めなどとも訳される。また英語では、シーズザデーとも訳される。ホラティウスは、今日という日の花を詰めという、この部分で、今この瞬間を楽しめ、今という時を大切に使え、と言おうとしている。カルペは、 ツむを意味するカートの命令形であり、ディエムは日を意味する大豆の体格で目的語となる。ホラティウスが愛や政治や友情、日常生活、哲学的疑問などを歌った104の鹿が収められた歌集の第1巻第11巻にこの語句が現れる。その日を詰めはより長い句の一部分であり、句の全体はカルペディエムクオムミニマムクリドーラポステロ。 つまり、明日のことはできるだけ信用せず、その日の花を詰めである。自然体では、神々が、どのような死を我々にいつ与えるかは、知ることはできず、知ろうと苦しむよりも、どのような死でも受け入れる方がより良いこと、短い人生の中の未来に希望を求めるよりもその日、その日を有効に使い楽しむ方が賢明であることが謳われている。この死の意図は、エピクロス主義にあり、 通常を考えられているような快楽主義にあるわけではない。一方、旧約聖書を呼び、新約聖書には、我々は食べて飲もう、明日は死ぬのだからといった語句も現れる。一般には両者とも、人生は短く、時間はつかの間であるから、今ある機会をできるだけつかむことだ、というような実存的な警告として使われている。カルペディエムと書かれた日時形成書では、 飲みかつ食べよう、明日には死ぬのだからという語句が、旧約聖書のイザヤ書22章13節及び、新約聖書のコリントジニエの第1の手紙15章32節に登場している。ただしどちらも否定的な文脈の中にある。前者は、信仰なき者の生活の描写である。後者では、もし、キリストの復活がなければ、死者の復活もなく、 死者の復活もないのであれば、人は死んでしまう前に欲に任せた生活をして悪事に溺れるだろう、という過程を語っている。旧約聖書のコヘレトの言葉の旧章にも同様の語句がある。人の生死は神のみが知り、人間は知ることができず、善人にも悪人にも同じ一つのことが起こること。人間のまが悪に満ち、あとは死ぬだけ、ということが、 太陽のもとに起こる物事の中でも最悪のものであること。死ぬと何もかもが消え失せてしまうので、短く虚しい人生を生きている間にロ苦クし、その代わりに与えられるパンを食べ酒を飲み人生を楽しみ、熱心に物事を行うべきであること、などが語られる。ミシュナーの時代のラビたちの倫理的な教えを集めたパーケアボ一章十四節には、もし今でなければ、 いつという語句が現れている。ジョン・ウィリアム・ウォーターハウスの1909年の絵画、詰めるうちに、バラのつぼみを摘みなさい1898年の、ドイツの絵はがき。学生生活が描かれ、ガウデアムスイジトゥルと書かれている、カレッジ、バーゴ、ロサスという語句は、アウソニウス、またはウェルギリウスに返せられているし、デロザス・ナセントバスの最後に現れる。 これは若者に対し、手遅れになる前に人生を楽しむよう促す詩である。同様の内容は、17世紀のイギリスのバロック詩人、ロバート・ヘリックの、乙女らへ、時を大切にせように登場する有名なく、詰めるうちに、バラのつぼみを詰みなさいにも、あるいは、日本の大正時代の流行歌、ゴンドラの歌の一節、命短し、恋性乙女という句にも共通する。 関連するが異なった表現に、メメントモリがある。その日を詰めも、メメントモリも同じような意味合いで使われることもあるが、メメントモリという概念にある二つの側面、すなわち、謙遜と、悔い改めは、その日を詰めには見られないものである。二つの語句は、相反する、世界観を表しているとも言える。その日を詰めが工事を考えない。 後悔のない人生を送ることを勧めているとすれば、メメントモリは失素で謙遜した、柔和な存在であることを勧めている。死に多く見られるテーマである、指寸とは、人生の儚さを訴え、死について熟考するものであるが、その火を詰めとは異なり、行動に出ることの勧告ではない。ヨーロッパの学生家、ガウデアムスイジトゥルは、いつかは誰もが死んでしまうこと、そして、 学生生活を楽しむことについての歌である。中世ラテン語で書かれた、この詩の原型は1287年に遡り、ヨーロッパ各地で祝祭などの際に、学生らにより歌われてきた。ホラッティウスは、町のネズミと田舎のネズミと題する詩で、その日を爪の句を自らパロディにしている。その詩の中には、その道をつかめという語句が現れ、 街に住む者と田舎に住む者の人生に対する異なった態度を比較している。その日を詰めは、メメントモリなどと並び、バロックの精神の鍵となる言葉である。三十年戦争の過酷な経験の中で、十七世紀には、バニタスやメメントモリなど、人生は、儚い一過性のものだとする強い感情が形成されていった。 すべての活動の無益さを強く感じた人々は、これに対して永遠について考えるよりもこの時、この場所を有効に使うべきだとして、快楽を許容する感情へと傾いていった。バロック時代の芸術、例えばバロック文学、バロック美術、バロック音楽、バロック建築などに見られる陽気さ、公色さ、遊戯性、流動性などは、 この中心となる感情に基づく。長述したイギリスの詩人ロバート・ヘリックの乙女らへ、時を大切にせよには、その日を詰めに共通した語句が歌われ、ドイツの詩人マルティン・オーピッツの1624年の詩には、その日を詰めとお題したものがある。1970年代半ばのフランスでカルペディエムというロックバンドが活動していた。 ジャズやミニマル音楽を導入した、プログレッシブロックを演奏する作品2作演、ルバルダン・パセルルトンとクエルトンを発表し、1970年代のフランスを代表的するバンドの一つとして強い支持を得ている。ありがとうございます。